超真っ暗だけど今日。なんで超真っ暗だけど今日。お、やめて。うわ。お、消えた。ナイスインでしょ。エグリンの得意な今のは。今のは言うべきだよ。得意なやつ。うん、でもインしました？インした。テイクバックは最後。おお、あっち向いてたんだな。でもナイスショットだよ。やばい。おお、あっち向いてたんだな。うわ、やべ。めっちゃ飛んだんじゃない今。めっちゃやべ。どっか行った。ここにある。今でも良かったですよね。なんか逆に今まっすぐ行きすぎちゃって。うん、まっすぐ行きすぎちゃってってあ、そういうことね。絶対私右に行くからスライスがね。で、いつもこう右に向くから右に備えてこっち側に打ってるんですよ。そしたら逆にまっすぐ行っちゃって。そう、まっすぐ行ったね。まっすぐ行っちゃったから、まっすぐ打ててたよ。そのまま突っ込んじゃったっていう。すごいすごいまっすぐでした。うん、すごいまっすぐだった。つらっ。だけど今の初心者あるあるだよね、言ってること。あ、あるある。確かに。あるある。最初から保険かけちゃってるんですよね。うん、私今日めっちゃ巻くんだけど、なんでかな。テイクバック浅いんだと思う。これでなんかバンカーに入れちゃいそうなんですよ。大丈夫。おー、うまいやー。え、どこ行った？ナイスナイス、うまい。ナイスナイス、うまい。何ヤードあります？ここで、100、ピン手前で150くらい。ピン手前で150。はい、ここですよ、バンカーショット。ここはね、でも高そうだから打ちやすそうですね。ほんと、ジェンさんバンカーめっちゃうまいですよね。気によるのよ。ほんと、うん、青木バンカージュンみたいな。青木バンカージュン、うん、ミドルネームこれはね、もうそのまま打ついきます。はい。うんま。でも左だ、バンカーかも。またうんま。でも左だ、バンカーかも。またあっちに当たっちゃった。おー、打ちづらそう。今日めっちゃ巻く。っていうか私バンカー、はい、S でしか打ったことない。&S って言われるんですけど、じゅんさんこれ、これは5番ユーティリティです。S って決まりがあるのかと思ってました。ルール、ルール。分かんないけど。何や。え？っていうか。まさかの勘違い。え、ていうかある意味、はい、あ、それは勘違いだけど。はい、勘違いなんかい。今日はあれじゃん、あのゆきちゃんの方がチャンス多いからね、チャンス。あ、そうなんですよね。さっきのパー5とかマジもったいない。マジもったいないですよね。これもチャンスやん、チャンス。確かに。これは全然オープンで。で、ボギー取れるみたいな。今。次3打目でしょ。これ74って出るんですけど、74多分もうちょっとあります。90ヤードくらいはあります。え、あのピンの下ですよね。いや下じゃなくて、あのフラッグに当てんの。当たり前じゃん、だって目の高さでいくから。めちゃめちゃ勘違い。フラッグに当てんで、しかもそれ当たったらブブブってなるじゃん、ちゃんと。なったことないです。いやいやいや、だから当たってないんだよ当たる、悪いけど。7番飛びすぎるかな。83、まあ、手前なんで、まあ、センターで90くらい。うん、じゃあ、いいか。はい。うわこういうことやっちゃうの。ねえ、やだトップだよ。今の、どうしたらいいんですか。今、皮が上がっただけで。あ、嘘。本当。まだ結構残ってる。ここで、いや100はもちろん来たんですけど、ちょっと上に木が当たるんですけど、60ヤードくらいは。60ヤードくらい。いっぱい持っていっちゃおう。でも明らかに下手になってるの分かりますよねコースどうですか、印象は。コース、なんかティーグラウンドがやっぱ結構変な方向に向いてたりするから結構構えづらいんですよね。やっぱりあのレディースティーあるあるですかね。あ、まあ、レディースティーあるある。ちょうど私自信があれば多分越えたりするバンカーなのに、
あと狭く見えるんだよね、レディースティーだと。だから今の私のスイングというかゴルフの頻度で言うと結構なんだろう、心配事が多いかな。いつもとは全然なんか平気なんだけど、あともう適当でいいやって今日なってるから。プライベートですからね。超適当になっちゃってる。5フライはありますね。じゃあ結構あるから7番アイアンで、あ、当たる。7番届かないかもしれない。もうちょっと振りたかったんですけど、木が怖くてテイクバックちっちゃくなっちゃいました。今日トラブルばっかりじゃない。ユキに打ちなさい。いや、クラブない。あ、クラブで、あ、じゃあつ、アプローチまで。難しいよ。ロブショットです。ちょっと大きかったな。足が長いから大変そう歩くの。キャリーさん、いや、ちょっと待って、足に強そうじゃないですか。余って、ごめんなさい、ありがとうございます。それないっしょ。いや、なんか余るから。いや、余んないし、余んないでしょ。足、自分の足だから大変そうだなって。強い？止まって大丈夫、止まって、強い、ちょっと強い、止まって、でも大丈夫、止まって。 1,2,3 今で4打目だったってこと。じゃあ次パーパット。いや違うから。え、次5打目でしょ。あ、そっか、ロングではないのか。そうそうそう、やばい。先打ちます。はい、以上は外してる。え、マジで。はい、ありがとうございます。はい、強めの弱めで打ちます。うまいよ。うわ、全然なんか方向性が、方向性じゃない、いや、それうまいっしょ。大丈夫大丈夫。方向でもめっちゃ違うくないですか。まっすぐ。どんな見方してんの。こうやって見てた。まっすぐ。うわうわ、ナイス、やった。待って、ありがとうございます。コンコールがある。コンコール35くらいに来る。じゃあダメだ、これじゃ絶対通るかな。風が上げてない。6番アイアンです。え、130ってことですか。これもバンカー怪しいよ。なんかバンカー絡むね。結構難しい。え、これさ、結構難しくない。ここ難しい。上げて、上げ、半上げみたいな感じになってる。え、150打なきゃ無理かな。え、ね、ピン攻めんの、うん、すげえ。全然短い。綺麗でも。あ、入っちゃった。ナイスイン。Hey, thank you. でも短いわこれ。全然短い。綺麗でも。もうまたバンカーだ。今日めっちゃ多くないですか。いや、ここ難しいよ。あれだね、あの微妙にさ、純ちゃんの右いつもそう、そう思った。やるよね。うん、なんか。嫌なんだろうね、じゅんちゃんの。そう、タイプが。え、なんか、え、右に行く人は右側にいた方がいい説っていうのは。
わかんない。あるのかな。ああ、それね、あのアマチュアあるあるだよ、考え。あ、ですよね。いやいや、そのボールによるけど。勘違い。あ、だから右なのね。そう、だから基本右側なんですよ、私。え、怖。はい。うん。おお、いいんじゃない？どう？いいんじゃない？ナイスイン。ナイスイン。いいんじゃない？どう？いいんじゃない？ナイスイン。ナイスイン。それこそ綺麗に入りましたね。綺麗に入った。ドスって。ありがとうございます。いやでも難しいわこのコースが。バンカーが上手に絡みまくり。私絡まれまくり。いやナイスイン。ナイスインでした。その前もやばいし。いや、あ、なって。お、お。これ S じゃない。いやこれ S でしょ。これ S でしょ。S S でしょ。バンカー勝負。しかもなんかやじゃん。え、青木バンカー準備。挑む。私。いや世界の青木だから。世界の青木に挑む。結構また飛ばさなきゃいけないんだね。よし。しかもなぜかつま先下がり。うわ、あ、入っちゃった。最悪。うわ、ナイスホームランだから、ね、勝てる気しかしない。ナイスホームラン。ちょっと待って、確かにね。今勝てる勝てるって言ったよ。確かに。こういう場合こっち短く振り切る。うん、短く持って体開いて。あとあの初心者あるあるなんですけど、はい、あ、そう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 これやりたい。やっていいよ。もうちょっと左足引いて。左足引く。もうちょっと体、もうちょっとこっち向き、こっちこっちこっち。え、なんで？こんぐらいってことですか？うん。で、クラブもうちょっと右に回して。逆、そう。で、手を返すんじゃなくて、クラブを回して。あ、そうそうそう、やりすぎたけど、そうそうそうぐらい。オッケー。こんな感じ。はい。いきます。ウェイ、ナイスアウト。出しただけで良い。行きます。ウェイ、ナイスアウト。出しただけで良い。本当はこれで打ちたくない。やだな、違うクラブにしたいけど、これで打つわ。めっちゃ上手くない？違うクラブにしたいな、カットしとくわ。いいよ。めっちゃ上手いでしょ。うん、泥だらけだ。芝なかったから。もうちょい強くて。もうちょい強く。はい。こんぐらい。はい。感じだったんだけど、うん、俺今日世界の青木っぽくないね、うん、はい、なんかあのスパイダーの入ってたパッティングはもう案件にしか見えない、ね、じゃああれはやっぱまだやってる時からどん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 下手くそになってるから今、うん、ハーフぐらい回んないと。どうしたの？いや2個前なんだったっけな。2個前ダボダボじゃない？1個前か。ダボダボじゃない？え、ジュンさん今のえダボマジで。やばい、死んじゃう。怖いのがジュン様と2打差っていう。怖くはない。怖くないですか？どうしよう。